342回修士探検隊空前絶後100人一首大会やジャスティス。みんな予告編は見てくれたかな。おうみんな予告編は見てくれたかな。今回探検隊の命運をかけて行われる空前絶後100人衆を愛し100人衆に愛された男預金残高28万5千円はい、100人者の名を争い札を取り合うのはご機嫌なこいつだ。いや、ソロバンでです。はい、はい、どうもあっちゃんです。さてさて、これから繰り広げられる熱い戦いを前に相手に言っておくことはないが。ないです。あー、聞かせてよ。なぜかというと、はい、どうせ勝つんだからやる意味ないんじゃないっていう意味のないです。いや、言われちゃってるや。ちょっと返しなよ、返しなよ、言う、返しなよ。ブッツブス。世紀末かよ。ルール説明。今回は競技カルタルールで行います。お互いがランダムに25枚の札を並べます。自陣の札を取ったら自分のものになりますが、相手の札を取ったら自陣の札を1枚相手に渡します。これを繰り返し自陣の蓋がなくなった方がビクトリーになります。なので50枚が並ぶことになりますが、読まれるのは100枚、空札と呼ばれる実際並んでいない札も読まれるので、お手つきした場合はお手つきした人が相手の札をもらうことになります。お手つき、お手つきです、はい、お手つき。そして今回は特別ルールとしてシューちゃんの句が入ります。よっ、シューちゃんの句、ゆうちゃんの句。あのね、動画で全くコメントをね突っ込まれないやつね。この日のために。そう、この日のためにね、もうもったいぶってるから俺。はい、このね特別ルール何かと言いますと、これは真ん中にあるシューの札をタッチすることでシュージローポイントをゲッ。よっ、シュージローポイントゲッ。このポイントが何を意味するのかお楽しみ。それでは準備をお願いします。じゃあ DJ ソービートを聞かせてください。お願いしますじゃねえよ。オッケー、いいビートだ。じゃあカモンセー入ります。はい。格闘団にエアハイ武器のサシモグさん、はい、花誘う嵐の庭の雪ならで、あーそっちか、振り行くものは雷けり、振り行くものはなんかあげなきゃいけない、そうなんです、自陣を先生取ったので、こちらあげよう、はい、小枯らしや赤かきしゃっしゃ強い。ちょっと俳句言わせてよ。俺の全部取るシューは強い。そう、3ポイント。ちょっとあっちゃん3ポイント、あっちゃん俺の動画見てないんじゃないの。マジでちょっとなんかドキッとしちゃうんだよな。宮下の山の秋風さえを吹けて、宮下の宮下の山の秋風さえを吹けて、難しいこれ、ふるさと寒く衣を打つなりちょっとふるさと寒く心を打つ衣を打つなりなかったからいいもののサービスタイム。お早口言葉、んもしやフリキーの置き場の忍びにも、もしやフリキーの置き場の忍びにも名はあまりある。昔はなりやい、全然サービスじゃない、はいはい、僕にはサービスですよ。純特飲君がため春の、間違えた君の名はって言うと思った。そのテンションでよさよ。くそー、これどうしよう。君がため
いやもうお手つきはじゃああっちゃんに、あーそういうこと、シューのお手つきがポイントが移動、ポイントが移動、あシューのポイントが、シューのポイントが移動する、今21です。シノブレド色に入れに行けり、はい、我が恋は物や思うと人の通り魔、まあ、まだいい勝負ですよ、まだねツバメが出てないんで、そうなんですね、見たいね、なんて、なんて、見たいね、見たいね、見たいね。世の中よ道こそなけれ思いいる、世の中よ道こそなけれ思いいる、山の奥にも鹿ぞなくなる、おかっこいい、かっこいい、今のツバメ返し、今ツバメ返し、あそう、今ツバメ返し、さっき出てないもんなって言った動きと違うけど大丈夫、いやいや全然大丈夫、似たようなもんです、あそう、ね、忘らるることはできないよ君のこと、え同時だったちょっと趣向を変えてこの頭は言っちゃおうかなみたいな、あなるほど、なるほどね、なるほどね、はい、はい、今のはが週で合ってるんで、週ですよね、まあ同時だったので、まあ、同時1ポイントずつ3、2で、はい、はい、了解です、見上げてきた、坂田の光のどけき春の日に地図心なく花の散るらん、あ天の原振り裂け見れば春日なる、はい、三笠の山に入れし月かも、綿の原恋ぎ出て見れば久方の雲いに曲がう沖津白波、三笠の原湧き手流るる泉川、積みかけ盛りです、いつみひとてか小石カルラム、なんかもらわなきゃいけない、カルラム、そうか、私があげる、先生ダメだ、全然カルラム、なんでリハの時録画してなかったんだよなんでだよ俺はリハだからさ、坊や、くそ、よっしゃリハで手抜き上がって、よっしゃ、ぶっつぶす、高砂ほどこの絵の桜を先に蹴り、ね、触ってないよね、触ってない、富山の霞に垂れつもまだまだまだいけるいやいや、それでも富山のこれがつまみ返しじゃんこれが2種類はあんの、こう後ろに持っていくのが、あ、あちゃん、ジャックナイフがまだ見えてる、ジャックナイフ今のでこう迷って、あ、やっぱそうだったんだよね、行けばよかったねあ、こう折りたたんだってこと、そうそうそう、心が折りたたんだ、あ、なるほどね、そう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 、枯れ葉すや、うっそうだな、うっそうだえ、なんで、え、なんで先生そんな、いやいや、百人一首にあるかないかの判断だからないか、そう、あるかないかなんですけど、なんか違和感がすごくて、娘ふさほせ1時決まり、修二郎0時決まり、修二郎0時決まり、そう、秋の空、だが聞くこともなく近いと思わなかった、修二郎ポイント、やったやった、やばい先生、修二郎ポイントでもちょっと追いつかれちゃうんだよね、ちょっと SP 貯めないと背を早み、岩にせかるる滝川、割れても末に仰向くこと、山側に風のかけたるしがらみは、山側に風のかけたるしがらみは流れもあえぬ野道になりつけ、じゃあ先生、もらえる、あ、もう読み札もだいぶね減ってきましたからね、ここからですよ、有明の釣れなく見えし、あ、それね、別れより暁ばかり浮き物はなし、あ、やばいな何しようは、はい、大阪山の三ぬかずら、大丈夫大丈夫、人に知られて来るよしも、ちょっとね、シュウさんに翻弄されてる、シュウさん、やっぱシュウさんすごいな強い、春うらら、ここでも取りますよポイントは、すごいな、長からむ、はい、取った取った、お、取った、じゃあ、これリハということで決まったやっていこうか、先生、はい、この勝負やった、クリティカルヒット、イエーイ、
DJ あっちゃん、やったやったー、これ好きだくー。全然悔しいか。いや、まあ実質勝ちなんで。そうね、修士郎ポイントは、まあ、実質いっぱい取ってるんで勝ちなんで。自分で取ったの1しかないからね。8だとお前修士郎杯だからね、これは。あー、まあそう、いや、まあね、お手つきしすぎたかなっていう、 う、ね、ところが、ちょっとね、攻めの姿勢がね。そうですね、なんか今回先生は取らなきゃって、ちょっと普通の先生じゃなかった。なんか翻弄されてた。あ、すごい。まあ確かにね、まあでもそれもこの修士郎杯のね醍醐味。そうですね、初回ですけど醍醐味ではありますから。あ、まあそうだそうだね、はい、そういう程度。過去の回はね、ちょっとアーカイブ残ってないんですけど、ね、残ってないけどね、うん、さあ、修士郎杯空前絶望百人一首大会いかがでしたか。今日はね、バトルしてくれた百人一首さんの2人にちょっと感想聞いてみようか。どうだった MC ソファン。あ、MC、あ、僕の方、はい、まあまたやりましょう。リベンジを望んでいると。次はツバメ大使2を、マーク2を、はいはい、開発してくると。はい、あっちゃん勝利したけど、どう、勝利の美酒は飲めそうかな。こんなに気分のいいことはない。じゃあ次回も見てくれるかな。髪切った。いや、ちょっと髪の話はやめましょう。上から見ないで。うかり、うかり、上から見ない。あ、うかりける、うかりける。やめて。それじゃあまた修士郎杯空前絶後の百人一首大会でお会いしましょう。 See you。